Hey guys, I'm Arisa Nanase. Thank you for watching my videos. どうも、Nanase Arisa です。いつも動画を見ていただいてありがとうございます。今日は久しぶりにドレスを着てみました。じゃん。ハリウッドではドレス着ていくことが結構多いんですよ。撮影の時とか、あとパーティーとかもドレスコードがあったりとかして、ドレスは本当にね、結構行くたんびに2、3着買ってるぐらいな感じなんですね。ドレス着るときって女性の方のお悩み、これですよね。この肩紐とかがさ、出ちゃったらいけないんで、非常に気使うところじゃないですか。あとは、背中。がっつりセクシーに見せたいじゃないですか。そんな時には、こちら、ブラパリですね。実はこれ、ブラパリというのがですね、こういう形で、シリコンブラになってるんですけれども、男性の方こういうの知ってました？意外でしょ、結構。どうなってるんだろう、あの中身は、みたいな。実はこういうのをつけてるんですね。で、これね、すごいびっくりするぐらい軽いんですよ。手に乗っかってるのがわかんないぐらい軽いです。やっぱこういう服装を着るときって疲れるじゃないですか。そういうときに、ちょっとでもね、ここが軽いと、本当に助かりますよね。ほら、真ん中空いてるんですよ。これ何のためかわかりますか？通気性がいいので、蒸れにくいんですよ。やっぱり、一番皆さん気になるのが、夏場とか特にね、こうつけてると結構蒸れてきちゃったりとかするじゃないですか。でもこちらは通気性があるので、割と、その辺もね、解決できるのかなと思います。実はこちら、白いシリコンブラなんですけれども、今私がつけてるのはベージュなんですね。なんと、色も、古展開、5個あるんですよ。このホワイト、そしてベージュ、あとは、ブラックと、ピンク、ブルーの。ほら、モデルさんとかだと、まあ、ベージュとかホワイトとか使いやすいので、その辺を使うことが多いんですけれども、こちらやっぱりね、しまうとき皆さん、結構これ大変じゃないですか。ブラパリの袋がセットでついてるんですよ。ピンクの可愛い袋がね、この袋に入れておけば、部屋に置いといても全然違和感ないし、可愛いので、すごく使い勝手がいいと思って、特にこれ私お気に入りです。粘着性もね、やっぱりある程度あるので、まあ、一日中つけてても、ポロッと落ちてこない。まあ、落ちてきたら大変なんですけどね、感じなので、ぜひ皆さん洗えば使えますしね、何度も。新しいようにね、どんどん変化していきますね、こういうのもね。最近流行りの、このオフショルとかですね、ここ肩が出てるやつね。肩が出てる服装と。あとは薄手の T シャツなんか着るときも、この、ここっていう風の跡が出ないので、非常にかっこよく着こなせるのかなと思って、ちょっと何枚か着てみましたので、どうぞ、私のファッションショータイムです。初めてアメリカ行った時に買いました。なかなか私のサイズに合うちっちゃいサイズのドレスっていうのもなかったんですけど、これは非常にフィットしてすごい使いやすい。ミュージックビデオにあるミュージシャンのミュージックビデオに出た時にロングドレスが必要だったので、こういう感じでね、ロングなんです。